Welcome to Anime Sauce。名探偵コナン7分間スペシャル。ちょっと待った、今回は少年探偵団7分間スペシャル。やはり毒殺、いやナイフ、ナイフを使おう。アリバイも完璧、完全犯罪ですね。え、嘘だろ。 でも勘が当たりましたね。見るからに怪しかったものね、この人たち。ああ、尾行してきて正解だったぜ。コナンも狙おう。だが手強いですよ。で、凶器は？やはり拳銃。大変ですよ。コナン君が狙われてる。謎の殺人計画。俺が狙われてるって？そんで他に何か言ってたか、そいつら。確かカットバックとか新入会へとか決定校とか。そんなことよりコナン、今どこにいるんだよ。そうよ、早く警察に行くとか隠れるとかしないと。おい、それってシナリオ会議じゃねえのか？シナリオ？なんだそれ。だからとにかく僕たちはあいつらを尾行しますから。よし、行こうぜ。おい、なんだここは。悪い奴らのアジトよ、きっと。よし、あいつらの犯罪の証拠を掴んでやりましょう。はい。どこに行った？ここに入っていったんじゃないですか。一番怪しい奴はどこ行った？いませんね。あ、怪しい奴の仲間発見。何か書いてるみたいよ。本当だ。どれどれ。ナイフ、拳銃。うわ、さっきの会議の通りだぜ。漫画で犯罪計画を練ってるんですね。コナン君、聞こえる？ああ、それは絵コンテだよ。コンテ？何なんだそりゃ。あ、まさか私たちも狙われているの？けど俺こんなブサイクな顔してねえぞ。もっとかっこよく。まずいんじゃないんですか、源太くん。こら、何やってんの。撮影室。カメラ？そうか、きっと殺人フィルムを作ってるんですよ。誰だ？何ですかね、これは。何かを切ったり繋いだりしてるわ。うん、また暗い部屋で何かやってるぜ。ねえコナン君、聞こえる？それは編集といって、撮影したフィルムをつなぐ作業だよ。もうそんなことよりどこにいるの、コナン君。俺たち全員が狙われてるんだ。少年探偵団の危機なんだぞ。早く警察に行くか、じゃなかったら僕たちと合流してください、コナン君。どこ行った？あっち行ったぜ。捕まえろ。あ、やべえ、逃げろ。怪しい仲間の一人が、逃がしませんよ。あそこに入ってったみたいよ。またここも別のアジトですかね。ああ、ルー・エスカルゴっていうフランス料理店の女性オーナーが殺害された事件だろ。別に変じゃないさ。エスカルゴっていうのはフランス料理に使う食用のカタツムリのことだからな。ああ、ゆうべ毛利のおっちゃんがめぐれ警部と話してるのを聞いたんだけど、はあ、被害者はコナン君の声にそっくり。鍵をこじ開けて入ってきた強盗。本当ですね。みんな向こう向いて立ってるわ。例の強盗殺人犯とは別人だったのには驚きましたね。
殺人犯の方は。おいおい、俺たちの声にもそっくりだぜ。ほら、光彦、お前テレビ映ってるぞ。あれ、いつの間に撮られたんでしょう。これからはそうします。なんか本見ながら喋ってるぞ。ブランコ乗りに行こうぜ。あ、こっちだこっちだ。えら。で、奥にも人がいるわよ。はあ、あれアジトにいた人だよな。そうですね。でも一体何やってるんでしょう。すべて奪った後で出ていく直前に被害者を殺害したんだ。なんだか犯罪とは違うみたいですね。でも面白い。違う、お母さんじゃない。お母さんならチャイムを鳴らしたりしないわ。強盗、警察に110番に電話しなきゃ。これはさっきのフィルムを元にセリフを入れるアフターレコーディング、略してアフレコっつんだよ。アフレコ？セリフの他にも効果音や音楽を入れてダビングして。あ、それなら聞いたことがありますよ。おお、俺もだぜ。タイガーさんも参加しませんか？試合は2場。相変わらず無理ですね。そうだ、コナン君、知ってますか？ハイド町で起こった昨日の強盗殺人事件で、いよいよ完成、初号死者だ。面白い。静かに、いいところなんだから。はぁ、ということはやっぱり思い過ごしだったんでしょうか。そうみたいね。だな。別に変じゃないさ。うわ、こら、おい、探したぞ。コナン君、コナン君こそ何してたんですか。そうよ、心配したんだぞ。捜査だよ。俺たちじゃないと解決できない事件が起きたんだ。本当ですか？俺たちじゃないとダメな事件。それじゃあ。あ、少年探偵団出動だ。おー、